同世代では飛び抜けてる選手でしたし、宮市の方が連絡をくれて、日本とはやっぱ教えられることが全然違ったので、久保建英くんがいたりとか、心の底から嬉しかったです。高木選手というと、昨年の9月に膝の怪我をされたっていうところで、まあ、そこからの回復具合というか、その、まあ、今シーズン今のところ順調に来ているのかっていうあたりを伺いますか。順調にリハビリも進んでいて、予定通りに進んでいると思います。高木選手にとってはその2015年の清水時代以来 の J1 での戦いになりますけど、ここに向けての意気込みっていうのはいかがですか。いや本当にまずは怪我をしっかり治して楽しみたいですし、やっぱり勝たなきゃ楽しくないので、しっかり勝ちを届けられるように頑張りたいです。ヴェルディのところの前にその2009年の U17 ワールドカップ、すごく印象に残っている大会だったと思うんです。まあ初戦でブラジルと対戦されて、自身も素晴らしいミドル弾決められましたけど、あの時のチームっていうのは どんなチームでしたか。個人個人の能力が高かったなっていう印象がありますね。チームの中心というか、やっぱ宇佐美選手の存在っていうのが大きかったのかなと思うんですけど、チームメイトとしたり、その同世代として見ていたその宇佐美選手っていうのはどんな選手でした。同世代では飛び抜けてる選手でしたし、チームメイトだとやっぱり大黒柱的な存在だったので、やっぱり彼にかなり頼ってる、攻撃してる部分はあったと思います。そのブラジル戦だと相手にもネイマールっていうすごい選手がいましたけど、はい、当時のネイマールの印象っていうのはどうでした。速さですかね。上手くて速い、でもやっぱり体とかやっぱ出来上がってなかったので、その上手くて速い選手だなとは思ってました。チームでその左で出ることが大会だと多かったと思うんですけど、宮市選手もその控えというか同じポジションというか、宮市選手もやっぱり当時すごく期待されてて素晴らしいプレーしてたんですけど、宮市選手っていうのはその高木選手にとってなんかどんな存在だったでしょうか。いや本当仲良かったですし、キャラクター的にも本当にいい人間なので、すごい仲良かった印象がありますね。なんか今のその彼の、まあ、去年怪我またされちゃったりしましたけど、なんかそこを見てその感じるものだったりっていうのはやっぱりありましたか。いや僕自身結構ショック受けてたんですけど、僕も同じ怪我をした時に宮市の方が連絡をくれて、久しぶりにコンタクト取って少し連絡が取りました。でここから2010年にプロデビュー東京ヴェルディでされてっていうところで、その1年半後にもオランダのユトレヒト移籍を決断されたわけですけど、その決断した理由だったりきっかけっていうのは何だったんですか。練習参加に U17 ワールドカップが多分10月ぐらいだったと思うんですけど、その年の12月に練習参加のオファーをいただいて、その時に練習参加に行ったのがきっかけです。夏にオファーっていう感じだったんですか。正式な。そうです、その次の夏にオファーが正式に届いた感じで。実際行ってみてというか、そのチームの一員になってみて、オランダリーグだったり戦って、どんなリーグというか、どんなことを感じていましたか。いや本当個人能力が伸びるリーグでしたし、活躍した選手が目に見えてプレミアリーグだったりセリエ A だったりビッグクラブのあるリーグにどんどん行くリーグだなと思ってました。当時のその高木選手のプレー僕も見ていたんですけど、まあ、当時欧州だと香川真司選手とかが活躍されたんで、なんかそういうなんかプレーを期待されてるのかなっていうふうにも見えたんですけど、その実際プレーしていてなんかどういうこと感じました。やっぱりトップ下でプレーしたかったんですけど、トップ下にはこうガーナ代表の選手がずっとチームにいて、そこで出れることは多分なかったので、ウィング左のウィングとかでよく出てたんですけど、そこでやっぱりこう要求されることがやっぱ突破だったり1対1での突破だったり、こうアジリティを生かしてやっぱクロスまで持ってこいみたいなのが多かったので、やっぱそういうプレーはオランダに行ってよかったかなと思いました。オランダでのプレーで感じたことだったり掴んだものっていうのはどんなもので。やっぱ相手との立ち位置だったりパスレンジの長さだったりっていうのは、やっぱ日本とはやっぱ教えられることが全然違ったので戸惑いはありましたけど、でもやっぱりそれを気にしてやっていくうちに自分の中では今いい財産になってるなと。あと最近になるんですけど、その結構近年は早く欧州ヨーロッパへ行くべきみたいな風潮というかがあると思うんですけど、そのことについてなんか高木選手はどういうふうに
感じています。行くことで、まあ、その自分の価値を高めるのもそうですし、やっぱその早く行くことで、身につくやっぱりこともたくさんあると思うので、若いうちにどんどん行くことは僕はすごいいいことだと思いますし、あとやっぱりこうそこからどれだけ自分と向き合って続けられるのかっていうのが多分大事になってくるんだと思います。なんかその向こうに行く上でその準備しておいた方がいいことだったりっていうのはどうですか？やっぱコミュニケーション取れないとやっぱ最初の方はしんどかったので、あの本当少しでもいいからやっぱコミュニケーション取れるようにしとくのはいいかなと思います。小学生時代のあの話、はい、アザミノ FC の時の話を伺えればですけど、はい、ワールドカップの話だとあの鷺沼 FC っていうのがあの話題になってるんですけど、はい、アザミノと鷺沼ってあのすごく近いじゃないですか、はい、なんか ライバル関係とかってあったりするんですか？いやライバル関係は僕らの時代にはなかったんですけど、鷺沼 FC の存在はもちろん知ってましたし、あとはやっぱこうあの一帯の地域にあのうまい子がめちゃめちゃ集まって出た時期があって、僕が17歳とかの時にこうサッカースクールの僕が通ってたところで、子供たちフットサルやるから見に来てよって言われた時に行ったら、あの久保建英くんがいたりとか渡辺康太くんがいたりとか、あの当時めちゃめちゃうまかったなってすごい覚えてます。そうだった、あのやっぱり鷺沼もそうなんですけど、やっぱあの地域にうまい子集まってますね。やっぱ今回のワールドカップにも本当何人ものこの選手だったりが出ててっていう、そうなんです。板倉浩君とかも僕の同じ中学校だったりする、なんかすごいいっぱいいます、うん、山根選手 あの家族というかお兄さんもその仲良かったり、その中でその山根選手が小さい頃にそのサッカーにのめり込ませた存在としてその高木義明選手を挙げているっていう、記事を見て、当時 その高木選手にとって山根選手というかの存在っていうのはどんな存在ですか？いや本当幼馴染の一個下の弟みたいな、本当にずっと一緒にボールを蹴ってましたし、そのアザミの SC 入る前ぐらいから多分公園では一緒にサッカーしてたので、僕の兄も1個上で、ミキのお兄さんも1個上で、で僕は1個上に飛び級してサッカーやってたので、それで、まあ、3人がチームメイトでミキが遊びに来てるみたいな感じからスタートして、もう本当約束とかもせず公園にいるとボール蹴ってるみたいな感じだったので、じゃあ4人で今日2対2しようよみたいな、じゃあ次男チームと長男チームねみたいな感じで、本当親が迎えに来るまでサッカーしてました、ね、当時 その山根少年っていうのは どんな子だったんですか具体的に？いや可愛かったですね。なんか本当ずっと僕らの後ろをついて回るじゃないですけど、可愛く、でもサッカーは本当上手でした。その中でがその今だ日本代表でこの前のワールドカップでプレーしてっていう、それを見てなんか感じたことだったり、ことだったりっていうのはいかがですか？いやあのヴェルディの育成時代とか試合に出れなくてかなり苦労してた彼を知ってますし、僕にもこう相談というか、でも僕は別に下手だと思ったことはなかったし、自信を持ってやれよとしか言えなかったんですけど、ずっと知ってたんで彼のことは。だけどなんかこうなかなかうまく試合に出れない時に結構悩んでた彼を知ってたので、やっぱフロンターレで活躍してるのを見て僕自身も刺激になりましたし、でワールドカップに行くっていうのをやっぱり本当にね心の底から嬉しかったです。確か J2 の時に対戦はされてますかね、その湘南時代ですかね、はい、湘南の時に、はい、うん、で今シーズン久々の対戦っていうことにおそらくなるんじゃないかと思うんですけど、それに向けてなんかやっぱり楽しみですか？そうですね、ユニフォーム交換しようって言ってるんで、一緒にそれを実現できるようにしっかり僕が頑張んないとなと思ってます。吉明って呼ばれることはほとんどなかったんで、ずっと喧嘩してんじゃないかみたいな時期はありました。やっぱり帰るならベルディかなと。中高生の弟を見てなかったので一番の転機になったかなと。やっぱり去年のままじゃ苦労すると思うので、しっかり成長していけるような1シーズンにしたいです。